つまんないの。何か面白いことはないかい？時間が経つのは早いな。あっという間に次の旅の時間だぜ。次は確かナタに行くんだよな。ヌビレットは竜の国だって言ってたけど、一体どんな場所なんだろう。ちょっと謎めいてるよな。だな。稲妻が鎖国してた時ですら稲妻人とは別のとこで会ってたのに。もしかしてナタって人が住んでないのか。いい感じ。そのワクワクと驚きの表情はそのままで、目線をこっちにお願い。一枚撮らせて。あう、かっこよく撮ってくれよな。って違う。シャルロット、なんでここにいるんだよ。フォンテーヌで活躍してた旅人が間もなく旅立つって聞いたから。こんな絶好の報道チャンス、スチームバード新聞が見逃すわけないでしょ。次に取材したいってなっても、今みたいに簡単にはいかないでしょうしね。バレてたか。いつも誰にも別れを告げないで行っちゃうからな。確かに君たちらしいわ。でもたまにはスタイルを変えるのも悪くないんじゃない？っていうのが私たちの考え。タッチ？一緒に戦った日々がまるで昨日のことみたいね。時間があったらまた来てちょうだい、相棒。もし何か困ったことがあれば知らせてくれ。距離なんて問題じゃない。別れを告げると寂しくなってしまうものだけど、別れというのはより良い出会いのためにあるんだ。永遠に変わらないものがあるとすれば、それは僕たちが一緒に残してきた思い出だと思うよ。わあ、みんな来てくれたのか。うん、これからの冒険に関する物語を楽しみにしてるから、こっちに帰ったらぜひ聞かせてちょうだい。こういう時は写真を撮るべきだろうか。そうだね、ちょうどプロのシャルロットもいることだし。任せて、写真機をセットするからちょっと待ってね。そういえばさっき言ってたナタのことだけど、パイモンの考えすぎだよ。別にナタもフォンテーヌと大して変わらないさ。人間も住んでるし、独自の文化もある。
ただそういう習慣だから、あそこの人たちはナタを離れようとしないんだ。でも外から来るものは拒まないはずだよ。ナタへ商売や旅行に行ったことのある人は多くいたけど、みんな印象が良かったみたいだったからね。昔はうちのメンバーも結構ナタに行ってたみたいよ。なるほどな、安心したぜ。次こそこれまでの旅みたいに到着早々事件に巻き込まれないといいんだけどな。大丈夫だ、あなたたちの経験と腕なら何があったとしてもきっとすぐに解決できる。まあそれでも危険がないに越したことはないさ。楽しく食べたり遊んだりするのも旅の醍醐味だからね。準備 OK よ、さあ撮りましょう。それじゃあ旅人、いってらっしゃい。おー、ここがナタか。変な山がたくさんあるな。見たことのない動物もいっぱいいるぞ。でも町っぽいところが見当たらないな。どこに行けばいいんだ。確かに人が住む場所に行けば神の情報も聞けるかもしれないもんな。神に会えばこの旅の意味もわかるよな。話しやすい神だといいな。オイラたちを敵だと思わないでくれればいいんだけど。さて道なりに進もうぜ。十五。チョック、律令。
騎士団のみんなは真面目にやっているのだろうか。落書きされてるぞ。とにかく道は合ってるみたいだな。ごめん、カチーナ。約束を破るのは良くないって分かってるけど、今回の帰化聖夜の巡礼じゃ俺も先輩もいい成績を収めないといけないんだ。メンバーが見つからなかった以上、このまま時間を無駄にしてられないわ。でもみんなが行っちゃったら私一人だけになっちゃうよ。ごめんね。でも君はまだ若いし、5名の継承者なんだから、きっとチャンスはいくらでもあるわ。対して私たちはただの部族の戦士よ。何年も戦ってきて、もう体は衰えてきてるのに、まだまともな栄誉を得られてないの。こいつの言う通りだ。前回惨敗したのを忘れたわけじゃないだろう。今回は前より参加者が少ないけど、このままじゃおそらく同じ結末をたどる羽目になる。帰化聖夜の巡礼のエントリー締め切りは今日の夕方までだ。チームを変えるなら今しかない。分かった。それじゃあ仕方ないよね。はあ、私がもっと強かったらよかったのに。他の5名の継承者たちと比べて弱すぎるよ。いいんだ。私の5名はウッサビーティなんだから仕方ないよね。自分で何とかするよ。もし無事にいい成績が取れたら、打ち上げには絶対呼んでやるからな。ええ、一緒に大会に参加しなかっただけで、これからも友達だからね。うん、時間があるうちに早く強いチームを探して。はあ、また次回どうにかして勝つ方法を考えるしかないかな。あそこの女の子置いてけぼりを食らったみたいだな。落ち込んでるみたいだぞ。あ、ありがとう。大丈夫。部族じゃ見かけない顔だけど、旅の人？ああ、オイラたち中に来たばかりなんだ。こんにちは。私はカチーナ、ウッサビーティのカチーナだよ。コメって言ってここの文化なんだ。ちょっと複雑なんだけど、とりあえず称号みたいなものだと思ってくれればいいよ。遠いところからはるばる帰化聖夜の巡礼を見に来たんでしょ。だったら今に5名の意味を知ることになるよ。そのなんとか巡礼ってのは何なの？
なんだ？さっきもそれについて話してたよな。うん、ナタで定期的に開催される競技大会だよ。試合で順位を決めるんだ。すっごく注目されてる大会でね、上位の選手は一気に有名になれるってだけじゃなくて、旅順者の戦争に参加する資格ももらえるの。簡単に言うと、勝ったら英雄になれるってこと。みんな英雄になりたいんだ。何かでバトルをする大会ってことか。参加するにはチームを組まないといけないのか。参加者が多すぎるから、非化成への巡礼は2段階に分かれてるんだよ。最初は団体戦で、普通は5名の継承者率いるチームが中の各地で戦って成果を奪い合うの。その継承者っていうのが私みたいな称号を持つ人のこと。団体戦が終わったら、勝ったチームのメンバーはみんな個人戦に参加できる。個人戦ではタイマン勝負になるんだ。言われてみれば確かにそうだ。規模も大きそうだな。待て、5名の継承者がチームを率いるって、つまりお前が隊長ってことか。うん、隊長だよ。今は隊員がいない隊長だけど同じ継承者でも実力にはすごく差が出たりする。勝ちたければすごい隊長を探さないとって思うのも納得かな。私も二人の立場だったらきっとそう思ってたと思うから。5名の継承者は参加必須なの。責任があるからね。誰も助けてくれないなら一人で行くよ。せいぜい怪我をする程度だし、2週間もあれば治るでしょう。戦いはあんまり得意じゃないけど、回復は早いんだ。なあ、この流れってオイラたちのセリフを待ってるんじゃないか。おお、思ったより早かったな。オイラたちの旅路を切り開くあれの時間だぜ。え、何の話？テンションが上がっちゃった。なんというか、その気遣ってくれてありがとう。すごくすっごく嬉しいよ。でも帰化聖夜の巡礼にはまたの人しか参加できないんだ。そうだったのか。てっきり成り行きでお前のチームに入って試合で勝って英雄になるって流れかと思ったぜ。気にしないで、本当に嬉しいんだ。だって今まで誰もそんなことを言ってくれなかったから。え、そうなのか。うん、普段はみんな仲良くしてくれるけど、エントリーの日が近づくとみんな私を避けてる気がする。目も合わせてくれないし、帰化聖夜の巡礼から話題をそらすから、私に誘われるのを怖がってるんじゃないかな。理由は聞かなくたってわかる。私が弱すぎるから。ねえ、あなたたちはそういうの気にしないの？私のチームに入っても何のメリットもないのに。ひひ、こいつは強いんだぞ。神でも竜でも大きなクジラでも、どんな相手とだって互角に戦えるんだ。そんなにすごいの？なるほど、絶対勝てるって自信満々だから私の実力も気にしなかったんだね。そうだぞ、困ってる人に手を差し伸べる、オイラたちはずっとそうしてきたんだ。これが冒険者精神ってやつだぞ。手を差し伸べる冒険者。あなたたちみたいな人見たことないよ。強くて優しい、まさに私の憧れとぴったり。ねえ、あなたた
たちはしばらくナタにいるの？そばで勉強させてもらってもいいかな？勉強？うん、弟子か子分みたいに。別に何も教えてくれなくてもいいよ。自分で観察するから。なるべく迷惑はかけないようにする。それに私にもできることがあると思うんだ。例えば観光の案内とか。ナタのことをいろいろ教えてあげるよ。どうする？お前にすごく憧れてるみたいだぞ。そうだよな、もうすぐ締め切りとかって言ってたし、あんまり時間がないんだろ？いいんだ、どうせ残りの時間も何もできないから。試合で負けるのはもう慣れっこだし、みんなもそうだと思う。誰も私に期待なんかしてないから大丈夫。それにあなたたちについていって何かを学べたら今度こそ勝てるかも。ありがとう。こんなにすごい人に出会えるなんてとっても運が良かったな。じゃあついてきて。うちの部族児玉の子を紹介してあげる。私が生まれ育った場所なんだ。こんにちは、児玉の子のカチーナだよ。好きな食べ物はグレインの実。夢は強くなることで、苦手なものは健康。あれ、こういうことじゃない？じゃあどこかお散歩に行きたいとこはある？この辺りには結構慣れてるから案内してあげるよ。
いざ勝負。
前に話してたレコードなんだけど。
あのでかいやつ壮観だな。でも落っこちたりしないのか。大丈夫だよ。うちの部族は石を相手に生きてるから、あれは私たちの象徴の一つなの。それにちゃんと固定されてるから安心して。うちの部族には音楽やダンスが好きな人が多くて、みんなリズム感がすごくいいんだ。外国から来た人がわざわざここに来て勉強したり交流したりしていくこともあるよ。パパとママはダンスを教えたかったみたいだけど、私はやっぱりすごい選手になりたいの。紹介するね。この子は私の仲間で大切な家族のゆうちゃん。あなたたちのこと気に入ったみたい。今のは挨拶したんだよ。家族ってナタでは人間と竜ってそんな関係なのか。ナタは英雄の国だけど竜の国でもあるの。どの部族も竜とは仲良しなんだよ。外から来た人たちはいつもゆうちゃんのことをペットだって勘違いするけど、そんなんじゃないの。ゆうちゃんはいつも一緒に冒険してくれるけど、ゆうちゃんにも自分の家族はいて住む場所があるんだ。共に家族のみんなを連れてうちにご飯を食べに来ることもあるよ。こだまの子の人が一番親しいのはテペトル竜だよ。テペトル竜は人間が好きな竜だから、こんな風に仲良くできるんだ。竜にもそれぞれ個性があるから一概には言えないけど、そう、みんな仲間なんだ。うん、やっぱり仲間って言葉がぴったりだと思う。ほら、この子たちもそうだって。ふう。わあ、お前も来たのか。え、あなたたちにも竜の仲間がいるの？すごくおとなしそうな子だね。キューちゃんとも仲良くなれそう。じゃあ、ユーちゃんたちはゆっくり遊んでて。私、大事な用事があるから。終わったら戻ってくるね。やんちゃしちゃダメだよ。新しい友達にいたずらを教えるのもダメ。じゃないとゆうちゃんのパパやママに言いつけちゃうから。してる最も神聖なものだよ。みんなを守って祝福を授けてくれる大霊の象徴なの。大霊？神みたいなものか。まあそんな感じかな。私たちはみんな円陣が地上に、大霊が地下にいるって信じてるの。みんな定期的にここに集まって部族の長から大霊の夢に関する話と
大礼の意思の解説を聞くんだ。大礼は過去だけじゃなくて未来も見通せる、すっごく偉い存在だよ。あれ、カチーナじゃないか。どうしてここに？あ、バカルおじさん紹介するね。おじさんはうちの部族の族長なの。二人はナタについたばっかりの旅人さん、冒険の経験が豊富なんだって。今はそばで勉強させてもらってるの。こんにちは。単刀直入に言わせてもらうが、カチーナはうちの部族のものだ。俺にはこの子の安全を守る責務がある。どうやって知り合ったのかは知らないが、身分を証明できるものはあるか？え、そんなこと言わないで、バカルおじさん。この人たちは絶対にいい人だよ。私にはわかるもん。感覚だけじゃ両親は説得できないぞ。オイラたちの冒険の証を見せてやるぜ。これまでの旅のことは全部書いてあるぞ。冒険の証？冒険者協会にもいろんな奴らがいるからな。もっと説得力のある証拠がないと。なるほど。お前たち、あの旅人と眷属パイモンなのか？オイラはガイドだぞ。なんでそんな風に呼ばれてるんだよ。まあ、眷属って呼び名は嫌いじゃないけどな。なんだかお前が魔人になったみたいだよな。そこまで驚くことなの？お前聞いたことないのか？全然。彼の元でよく学べ、カチーナ。今まで出会った中できっと一番すごい先生だぞ。そんなにすごいの？でもバカルおじさんがそう言うなら本当にすごいんだね。疑って悪かったな。いいんだぞ。お前って思った以上に責任感が強いんだな。カチーナはまだまだ幼いからな。周りが気にかけてやらないと。おっと、それよりもカチーナ、大会の受付はもうすぐ終わるぞ。どうしてまだ出発していないんだ？大丈夫、まだ間に合うから。他のメンバーには先に行ってもらったんだ。後で追いかけるよ。喧嘩は得意じゃないけど足だけは速いからねカチーナのやつ心配かけたくないんだろうな。なるほど、邪魔して悪かった。さて、さっきはどこまで話したんだ？俺ならもっと詳しく説明できると思うが。大礼の話が終わって、ちょうど5名の話をしようとしてたよ。おじさんと会えてよかった。私じゃうまく説明できそうにないもん。そうそう、ずっと5名って言ってるけど、それは一体何なんだ？ああ、ナタは英雄の国なんだ。先人の勇ましい功績は物語という形で今まで受け継がれてきた。5名というのはこれらの物語のラベルのように長い歴史の叙事詩を思い出させてくれるものだ。そうだよ。例えば私の古名の一番有名な継承者は27回も旅順者の戦争に参加したんだ。最後に参加した時なんてもう60代のおじいちゃんだったんだよ。体はついていかないはずなのに、それでもその人は彦星矢の巡礼で上位を取ったの。本当にすごいんだ。コメイは物語を記録しているが、それだけじゃない。それは代々受け継がれてきたものでもあるんだ。カチーナ、持ってるか？持ってるよ。ほら、これ。わあ、黒い石の中にキラキラしたものが入ってるぞ。とても神秘的な雰囲気だぜ。
海霊は適していると思うものを継承者に選ぶ。そして現継承者の行いもまた古名に記録されるんだ。時が経つにつれ古名の有する英雄の物語は増えていき、価値もどんどん高くなっていく。それを受け継ぐ資格を手にした者たちもまたその功績に励まされる。例えば私みたいにね。今でもどうして大霊が私を選んでくれたのかさっぱりだけど、でももしあんなにたくさんの英雄たちも昔頑張ってきたんだってことを知らなかったらとっくに諦めてたかも。精神的な力っていうと、この石には実際力はないってことか？オイラをもっと強くしたり賢くしたりすることはできないのか？ああ、だからこそ他にはない価値があるんだ。授けられた力で英雄になったとしても、それが人間の努力の成果か力のおかげかはわからないでしょ。確かにそうかもな。そんなことを考えちゃったら励まされるものも励まされないぞ。古名についてこんな言葉を残した人がいた。人類は奇跡を黒曜石に刻んだが、後世の継承者はそれを力と呼んだ。昨日の奇跡は今日の激励となり、昨日達した限界は今日の目標となる。きっとそういう意味だと思う。だからカチーナも焦る必要はない。古名を手に入れた時に大霊の判断を理解できない者は数多くいた。でも諦めなければ、強さを求め自分を超えていければ、お前だけのチャンスはきっと訪れるはずだ。うん、ありがとうバカルおじさん。私元気出すよ。さて、そろそろ聖火競技場に向かわないとね。あ、あなたたちも一緒に行ってくれるかどうかはまだ聞いてなかったけど、聖火競技場って帰化聖夜の巡礼をやる場所か？うん、試合はそこで行われるんだ。部族間の集会もいつもそこでやるんだけどね。そうだよ、エンジン様は帰化聖夜の巡礼の最重要人物だもん。ひひ、それならちょうどよかった。オイラたちも一緒に行くぜ。二人が一緒なら心配ないな。さあ早く行ってくれ。はーい、じゃあ行ってくるね、パカルおじさん。さっきはテンション上がりすぎちゃって、もし目的地が違ったらってことを考えてなかったよ。目的地が同じでよかったね。じゃないと試合が終わるまで会えなくなっちゃうところだった。おじさんに本当のことを言わなくていいのか？うん、バカルおじさんはとても優しい人だから、もし知ったらきっと一緒に大会に出るって言ってくれちゃう。おじさんは年を取った、古傷もあるし、もう試合には出ない方がいいよ。おじさんが大会を見に行ったら本当のことを知っちゃうし、嘘をついたって叱られるだろうけど、これが一番いいと思う。本当だよな、さっきもお前を見捨てた奴らのことまでかばってやってたしな。ううん、そんな風に言わないで、二人を責めないであげて。私たちナタ人にとって帰化聖夜の巡礼は本当に大事なんだよ。私たちは小さい頃から英雄の物語を聞いて育つ。だからみんなナタを守る強者になることに憧れてる。これは別に自分のことばっかり考えてるってことじゃなくて、自分の力を捧げたいと思ってるの。まあいいか、聖火競技場で
帰化聖夜の巡礼の盛り上がる雰囲気を見れば考えも改まるとも。私たちの文化と歴史を体感してもらうのにはいい機会になると思うよ。あっちに行けば小玉の子の集落から出られる。それから最後のスポット七天神像もあそこにあるよ。さあ行こう。凛々しくてすっごくかっこいいんだ。そういえばこの前七天神像に触れた時は炎の元素力を得られなかったよな。一体なんでなんだろうな。え、七天神像から元素力を手に入れるの？ジーナにお前の凄さを見せてやれるチャンスだと思ったのにな。不思議だよな。ナタってそういう特殊な土地なのか。残念だったね。期待させちゃってごめんな、カチーナ。ううん、気にしないで。それよりも前までは七天神像に触れただけで元素力を使えるようになってたの？元素力なんて神の目を持ってる人にしか使えないのに。ちょっと見せてくれないかな。できればでいいから。ダメ？お前の腕を見せてやれ。別の元素力を使える人なんて聞いたことないよ。私も試してみる。ダメだ、やっぱり岩の元素力しか使えないよ。私とんでもない人と知り合っちゃったみたいだね。こいつが旅の中で経験してきたことを聞いたらきっと腰を抜かすぜ。うわ、あれはなんだ。ククリュウっていうの。高い空をとっても早く飛べるんだよ。今日も元気いっぱいだ。トワリンに出会ったんだよな。いつの間にかこんなに遠くまで来ちゃったぜ。そういえばこれからは長い道のりになると思うからこれをあげるよ。キラキラしてて宝石みたいでしょ。ママが作ってくれたキャンディーなんだ。遠出とかトレーニングの時はいつも持つようにしてるの。お腹が空いてクラクラせずに済むよ。ひひ、甘いものは大好きだぞ。ありがとな。うんうん、遠慮しないで。他にもいろいろこまごましたものを持ってきたからきっと役に立つと思うよ。